この辺ね、沼田市とかね、この辺ってね、天狗伝説が結構有名なんですよ。だからその沼田市の、枝豆とかもね、その天狗印の枝豆とかね、その、天狗伝説がすごいのよ、この辺。これですよ。天狗大明神。これコロナ前に来た時は草もこんなに生い茂ってなかったんですけども、ここはね結構有名ですよ、この天狗大明神。ちょっとバケタンやってみるか。バケタン、緑系。行こう。あ、めっちゃ草が生い茂ってんな。ああ、いや、これ天狗伝説の神社なんですけど、草が生い茂りすぎだよ、これ。いや、なんかすげえ、なんかね、2年前に来た時はこんなに草が生えてなかったんだよな。コロナで草がボーボーだ。な。これかなり有名な神社なんですよ。マニアの間だと。ちょっと行ってみよっか、じゃあ。これ2時半にここ、来れると思わなかったな。じゃあ、これちょっと行くで。これちょっとね、体重制限があるんだよな、これな。体重制限が、これ見て。これ階段登れじゃん。ちょっと待って。顔？それは不明です。これなんか顔に見えねえ。怖いな。びっくりした、今。すげえビビってる、もう。これ、シュミラクラ。いや、シュミラクラって言うんだよ、これ。いや、びっくりした、今。一瞬、マジでビビったで。シュミラクラ現象って言うんだけど、顔に見えるな、これな。びっくりした、今。びっくりするよな。とりあえず行ってみるか。いや、マジで画面越しで見たらさ、うおーと思って、マジでビビったで。怖いよな。いやけど、なんか俺、これなんか、これ折れそうだぜ、おい、これ俺。いや、怖い。これ無理だなぁ。これ多分これパイプが細いもんだって。これ俺登れないよな、多分な。いけるかな？これなんか、パイプ折れそうじゃない、これ。俺の体重支えきれねえだろ、これ。無理だよなぁ。いや、これ体重制限書いてない。そんな優しくないよ、これ。100キロとか書いてあるんかな。いや、これちょっと上、登れるかな。おぉ。これ無理かもしんない。あ、ダメだ。ごめん。これなんかちょっと痩せてないと無理だ。痩せてないと無理。ごめん。今、折れ曲がるかと思った。ごめん。ちょっと痩せないと無理だな。俺去年2年前登れたんだけどな、これ。なんか今鉄がミシミシって言ったから、これ多分折れたら、大怪我だ。上に、
祠があります。祠。いや、なんか、思いのほか最近体重が増えちゃってさ、やばいのよ。ダメだ、これ。登れないぜ、これ。これちょっと、本気でやばいね、これ。ちょっと、みっともねえな、これ。いけねえか。走る。あ、案外いける？いけるかな、これ。意外にいけちゃう、これ。あ、いけちゃった、これ。あ、いっちゃったな、これ。誰も登ってないんだろうな。さようなら。さようなら。三脚持って上がるからさ、かなり怖いで。ほら、こういう感じだって。こういう感じよ。もうこれで限界ね。こうなってんだよ。到着したぜ。到着。珍しい。真っ赤だよね。めちゃめちゃ真っ赤。景色いいね。見晴らし台だよね。めちゃめちゃ見晴らせるわ、これ。拝む用のものがない。すごい真っ赤。ね、めっちゃ真っ赤じゃない、これ。どんだけ赤いんだよ、これ。これ珍しいよね。閉じ込めてるだけかね、これ。触れたらまずいんじゃないの、これ。天狗の石つぶて、小石のようなものが飛んできたら、退散してください。天狗様の休憩場所か。天狗まみれ、つかね、この辺、あの、沼田自体が、その天狗伝説がすごいんですよね、沼田市。その群馬県沼田市は天狗伝説がえぐい。あの、沼田神社、あ、沼田の、沼田祭りっていうのがあるんですけど、沼田祭りは天狗様なんですよね。天狗様をおみこしで担ぐんですけど、そう、今沼田ですね。天狗伝説ですよ、沼田は。さようなら、こうやな。これで降りるで、俺。降りるよ。なんか、怪我する前に降りるな。怪我する前に降りる。ゆっくり降りる。怪我する前に降りるよ、俺。な。さようならって言われたからさ、なんか、嫌な予感がする。老朽化があるから怖いよな。いや、意外に行けたけど、なんかめっちゃきしんでるもん。
鉄が。な。ほんと、それこそ、こんなところで、怪我したらみっともねえぜ、お前。何やったんですかって言ったら、天狗の神社の はしご登ったら、鉄が折れました、とか言って、笑いもんだぜ。お前何やってんだよってなるよな。もう一回。これな。変わってんだろ。天狗伝説っていうぐらいだから。え？移行します？移行します？移行するって。せっかくなので、ちょっと、そう、モーニングスピーボーやりますね、モーニングスピーボー。危険？危険って言ったな、今な。天狗いますか？うわ、うわ。これやばくない？これ。これめっちゃ鳴ってるよ、これ。今、スピボ始めようと思った瞬間に、ゴーストチューブが危険って言ったんだよ。で、ゴーストチューブつけたら、このざまだ。天狗さん？天狗さん。遊び来たよ。天狗さんいるかい？こんばんは。おはようございます。おはようって言われたよ。ねえ。天狗におはようって言われたんだけど。めっちゃ鳴ってるで、これ。大丈夫これ。天狗におはよう言われた。おはようって言われた。天狗も結構礼儀正しいんだな。何気に礼儀正しいで。電磁波測定してみようか。なあ。電磁波測定器で。昨日の現場もすごい電磁波があったけど、ここはどうかな？山奥で。ほぼ電磁波なんかないはずだぜ。この鳥居になんか電気的なエネルギー感じるかちょっとやってみるか。ね。これね、鳥フィールド。電磁波測定器。いきますよ。中に入って。中に入って？今言われたよね。呼ばれたよね、今ね。中に入って。今呼ばれたよね。今中に入ってって言われたぜ。そういうこと？天狗に今中に入ってって言われたんかな？中に入ってって。今言われたで。宙に入って、中に入って。そういうことだよね。ちょっと俺ね、あそこのさ、顔の見えるところ電磁波どうかちょっと調べてみるか。え？ん？人の気配がする。人の気配がする。人の気配。まあいいや、とりあえずちょっと測定するか。電磁波測定しよう。この顔のところ。どこだっけ？
うわ、めっちゃ人の気配するんだけど。右。おはようございます。誰かいます？おはようございます。チャリンコ？チャリンコか？これ上に祠がある階段ですね。ちょっと、皆さん、ここに、顔見えますよね。この顔のところ、電磁波測ってみよっか。なあ。私は話すことができません。そうなの。話すことできないって言われたよ。話してるけどね。そんなにか、あれか、そんなに電磁波自体はないな。なあ。そこまで電磁波強くないわ、シュミラクラのところ。そんな感じか、ここは。まあ、ちっちゃい神社なんでね、そんなに大掛かりになんかやるってことはなんかできないんだけど、もうなんか、私たちは会ったことがありますか？はい。2年前にお会いしたことがあるはずですよ。私たちということは、他に複数の霊がいるってことでしょうか？そういうことですか？どうなんですかね。なんかやたら友好的ですよね、今回の。ゴーストチューブの方はね、何気にすごい友好的、めっちゃ友好的やで。こっち側がいつも怖いなって思うんだけど、ほらここ、台所、台所なんですか、こっち。台所らしいですよ。そうしたら、申し訳ないんですけど、ちょっと恒例のね、ちょっと棒人形、一回やってみるか。棒人形やりますよ。キネクト反応するかどうかちょっと。愚か者。愚か者とか言わないでよ。悪口やん。めっちゃ悪口言われた、この人に。愚か者！行くで。キネクト反応するか。あ、これ違うね。これも違うな。え？怒ってはいないと思うんですけど、 AI カメラで写真撮りますよ。この空間を写真撮るよ。うわ、なんか、お股の間に何か挟んでる、この女の子。やったー。何この子。なんか挟んでる。やだね、なんか挟んでるよ、この子。何挟んでんの、これ。なんか挟んでる、ほら。
行くで。もう一発。アングル違う角度。何も映んないな。そう、映るところは映るんだけど、何でも構わず適当に出てくるわけじゃないんだよね。何でも構わず出てくるわけじゃない。じゃちょっと新しいタイプの、やつやってみようか、じゃあ。初めて試すよ、みんな。いくよ。新しい、AI ね。いきます。なんもないな。もう一回行くよ。特にここはなんもなさそうだな。ここは特になんもないわ。心霊調査終わりなんだけど、天狗伝説の神社は特に何もなかった。